パリ五輪に出場した日本代表選手団が13日、パリから羽田空港着の航空機で帰国した。約400人の監修が詰めかけ、選手たちに温かい拍手や、ねぎらいの言葉が送られた。ブレイキンで初代女王に輝いたユアサーミー、ダンサー名、アミーは日の丸ニット帽姿で登場。ありがとうございますと笑顔で答えた。 近代五種で日本勢初メダルの銀メダルを獲得した佐藤大宗、自衛隊も姿を見せた。首からメダルをかけながら、最高です、と嬉しそうに話した。スケートボード女子パークで2大会連続の銀メダルを獲得した平木コ,コナ、ホワイダグループや、日本飛び込み史上初の銀メダルを獲得した玉井陸と、JSS 宝塚らもリラックスした表情で帰国。また、 陸上女子5000メートルと1500メートルで奮闘した田中望ニューバランス、野男子マラソンで6位入賞の赤崎暁、宮殿校女子マラソンで6位入賞を果たした鈴木ゆか、第一生命グループ、ラモ笑顔を見せた。